カルロス。イリッチ・ラミレス・サンチェス。イリッチ・ラミレッツ・サンチェス。1 9 4九年十月十二日体は、ベネズエラ人の国際テロリスト。コードネームは、カルロス。通称、カルロス・ザ・ジャッカル。1 9 7三年から1八十四年に、かけて十四件のテロ事件に関与し、世界中で八十三人を殺害、百人を負傷させ、 世界を暗躍して極左テログループを指揮、インターポール国際刑事警察機構から最重要名手配をされていた。1994年に潜伏先で逮捕。あだ名のジャッカルは1971年に発表されたフレデリック・フォーサイスの小説ジャッカルの日に由来する。ベネズエラの首都カラカスで資産家の三人兄弟の長男として生まれる。父親は 脱腕弁護士の熱心な共産主義者で、息子たちに革命家ニ人から取ってそれぞれイリーチ、ウラジーミル、ニンと名付けた。カラカスの名門の学校で学んだ後、14歳で学生共産党に入党。その後イギリスへ留学し、ロンドンで留学生活を送った。1968年に共産主義者である父親の支援を受け、 ソ連の首都であるモスクワにあるパトリスルムンは、名称民族友好大学に留学し、スパイを呼び、テロリストとなるべく特別破壊工作を学が、出来のいい学生ではなかったと伝えられている。1969年に、ヨルダンに向かいそこにいた、世界各地のテロリストたちと面識を持つようになった。1970年に、パレスチナ解放人民戦線、PFLP に合流。 1972年の日本赤軍によるテルアビブ空港乱射事件では武器の調達に関わったと言われている。1973年には、ワディハダド率いる PFLP の分派組織、パレスチナ解放人民戦線、外部司令、PFLP エオに参加。以後多くのテロを指揮するようになる。1973年6月。 パレスチナ活動家のモハメド・ブーディアがモサド工作員の仕掛けた爆弾によって暗殺された。ブーディアはファタハの分派組織黒い9月の欧州代表者であり、1972年に起きたミュンヘンオリンピック事件の主犯の一人と見られていた。ブーディア暗殺後、カルロスはハダドの指令で欧州へ渡りテロ活動に従事するようになった。1973年に ロンドンのマークススペンサー社社長の暗殺未遂に関与し、1974年にはパリの商店と薬局の爆破に関わる。また、オランダで起きたハーグ事件では日本赤軍の広報支援を担当。1975年1月にはオルリー空港襲撃事件に関与。同年3月にパリ・トゥーリエが愛潜伏中にアジトへ踏み込んできたフランス国土監視局。 DST 捜査官二人を射殺する。この事件で有名になったカルロスを追っていたイギリスのガーディアン氏がロンドンのアパートに遺留品があるという連絡を受けて取材していた際本棚にジャッカルの火があったことを報じたためにジャッカルというあだ名がつくようになった。ただしこの本はカルロスの持ち物ではなくガーディアン氏に通報した人物の持ち物であり、カルロス自身は ジャッカルの日を読んでいたわけではないと見られる。この DST 捜査官射殺事件の時から、カルロスは DST に必要に狙われるようになった。12月には、西ドイツの極左過激派組織、革命細胞、RZ 及び PFLPO のメンバーらと共に、世界中にその名が知れ渡った、オペック本部襲撃事件を引き起こす。ウィーンのオペック本部では、石油商会議が開かれていた。 この時現れたカルロスら6人は警備の警官を銃撃後、各国代表ら総勢70名を人質に取った。オーストリア当局を相手に交渉を開始し相手側はすべての要求を受け入れ、国営ラジオも声明文を放送した。この事件における真の目的は、ハダドを援助していたイラクの支援のもと、サウジアラビアの山あニ石油鉱物資源省とイラクと、 敵対していたイランのアモーゼガル石油省の暗殺にあり、リビアのカッザーフィ、カタフィ政権もこの事件を支援していたとする説がある。事件後、用意されていた飛行機でアルジェリアへ逃走したが、到着したところで、アルジェリア当局によりほとんどの身の白金を没収された。その後リビアのトリポリを経由して、 ブダペストに着いたが、人質を殺さずに解放してしまったことやカルロスが、身の代金の一部を着服していたことから肌戸から、失跡され、PFL ピエを追放された。追放後は、バグダードに潜伏。禁止外で、誰の命令でも従う傭兵のような存在になった。ここで一番目の妻で、RZ の女性メンバーと結婚している。 1979年から1984年の間は KGB の圧力を受けたハンガリー政府の事実上の庇護のもとブダペストに潜伏している。この間東ドイツの情報機関であるシュタージやシリアの空軍情報部と触れしている。1981年9月4日、レバノンのベイルートでフランスの中レバノン大使、ルイドラマールが 皇帝の近くで襲撃され死亡した。この時の襲撃犯はシリア情報部の工作員であったことが後に分かっている。彼は PLO のアラファート議長とフランス外相の会談をシリア代表抜きで行おうとしており、そのことでシリア側の怒りを買い暗殺されたのである。シリアはさらなるテロを企てるため、カルロスにパリのアルワタナアルアラビー爆破及び編集長、 アブザハルの暗殺を依頼する。このアルワタンアルアラビー神はシリア反体制派系の新聞社であり、シリアと敵対するイラクの情報部から資金提供を受けていたとされる。1982年2月16日、依頼を受けたカルロスの協力者2名がパリで編集部爆破を試みるが未遂に終わった。その後逮捕された仲間の釈放を求め連続テロを予告。 1982年3月29日、釈放要求に反対した、シラク市長が乗る予定であった、トゥルーズ行き急行列車キャピトル号を爆破する。この2週間後には、デワノンベールートで、フランス大使館の暗号解読係が妊娠中の妻と共に射殺された。1982年4月22日再度、アルワタンアルアラビー紙編集部爆破を決行、多数の負傷者を出す。 第三次となった。1984年からはダマスカスに潜伏。シリア空軍情報部の指令でパリに亡命しているムスリム同胞団幹部の暗殺未遂などに関与した。その後冷戦終結によりソ連や東側諸国からの支援を失い、アメリカ合衆国の圧力もあって潜伏していたシリアからも国外追放となる。消息が途絶え死亡説すら流れたが、 1991年に南イエメン、リビア、そしてヨルダンを経て、イラン当局の手引きでオマルアル・バシール政権下のスーダンに入国し、湾岸戦争を利用して、イスラム諸国の主導権をサウジアラビアからスーダンが奪うことをバシール政権が狙ってに開催させたには、オサマ・ビン・ラデミア、アイマン・ザワヒリ、ジョージ・ハーバシュ、アブ・ニダル、ハーマス、ヒズボラ、アブドゥル・ラスル・サイヤフ、 グルブッティングヘクマティアールなど著名な過激派と共に参加した。スーダンでは、肩の上だけであるが、イスラム教に入信し、石油実業家のアブドゥッター・バカーラと名乗り、シリア人の妻と高級住宅地で暮らし、外交官クラブに顔を出しては酒を飲んでいた。この頃、口ガの病を患い苦しんでいたとされる。スーダン政府は、カルロスの国内潜伏を確認していたが、 フランスの旅重なる身柄引き渡し要求に応える形で、ついに逮捕を決定する。これには、両国政府の間で何らかの取引があったものと思われる。1994年8月14日に、スーダンの首都ハルツームで、スーダン警察に拘束。15日に、フランスに移送され、パリのサンテ刑務所に拘置される。弁護人には独裁者や過激派などの弁護で、 悪魔の弁護人、恐怖の弁護士と呼ばれるがついた。1997年の裁判では自ら革命家を名乗り終身刑の判決を受けると、左手の拳を突き上げ革命万歳と叫んだ。週刊中に面会に来た弁護士と極中結婚している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。